ゴーストアクチュアルノマドだ。グリフィンの情報。了解。ターゲットはアレクセイ・リシチン。グリフィンはいわばワンマンテロリストネットワークだ。各個人まで輸送を監督している。ストーンは新しい試作ドローンの製造や輸送を他の人間には任せない。グリフィンは計画の要だ。奴を始末すれば全体が機能を停止する。グリフィンは元 FSB 将校で情報要員を侵入させることが得意だ。だがこいつは変質的で神経質だ。情報を提供してくれる内通者に連絡がついた。座標を送る。了解。ノマドアウト。センティネルに情報源を殺された。助けてやれたのに。誰の命令で殺した？名前は知らない。ロシア訛りがあったな。そいつはどこにいる？俺は知らない。ただターゲットは2カ所の物流センターで働いていた。
状況を確認してくる。何かがおかしい。探し続けよう。妙だな。状況を確認してくる。ああ、こちらは異常なしだ。ボスはどこだ？おい、やめてくれ、やめてくれ。俺が知るかよ。あいつは何も教えちゃくれない。人間よりもスミニアトラックの方が大事なんだ。どのトラックだ？トラックは新型ドローンのプロトタイプを積んでいる。奴はそれに夢中で、やばい。協力したことがバレたら殺される。大事なものなのか？どこにある？さあな、登録簿を見ればわかるはずだ。物流センターにある。ドローンに手を出したら殺されるぞ。もっと最悪なのはお前の口を聞くことだよ。全力で進む。
静かだ。ゆうべ無線兵が誰かと話していたが、この島で何かヤバいことが起こってるらしい。Thank you.
敵がいるぞ。 敵がいる。警戒しろ。 気を緩めるな。
登録簿が読めない。グリフィンが細工しているのか。他の物流センターで探してみるか。捜索するものだ。
ダメだ。まだ見つからない。一応確認しておこう。ああ、そうだな。何も見つかっていない。捜索続行だ。この場所は暗すぎるな。あっ、何か言いたいことはないか。知ってることはもう全部話しただろう。あるだけ時間の無駄だ。うざったい歌が離れないことあるよ。
トラックには重要な積み荷が。トラックを盗めばグリフィンを誘い出せそうだ。登録簿によれば待ち伏せに最適な場所がある。変な音がした。とりあえず準備しとくか。ああ、そうしよう。ここに異常はないな。捜索を続けよう。何か気がいるぞ。撃ち殺しておく。Thank you.
倒する。警戒しろ、敵と接触。
超えているな。お前の計画はお見通しだ。必要なプロトタイプドローンをもらったぞ。選択肢は2つ。1つ目は言う通りにして俺と対決する。2つ目はお前の大事な荷物が爆発するのを聞く。ドローンがなければお前が組み上げてきた作戦の歯車は崩壊する。なるほど、爆破ショーがお望みか。爆発まで3、2。つまらん脅しを後悔させてやる。よし、騒ぎが始まるまで数分だ。笑顔で迎えてやろう。